皆さんこんにちは、水おじさんです。今日はですね、 WWDC2022 がねそろそろ開催されるということで、5つの発表予想プラス1というところをねお話しさせていただければと思います。で、1つ目、 WWDC っていうのはですね、6月7日2時、これ深夜の2時ですね、日本時間で深夜の2時からアップルの基調講演でスタートいたします。で、2つ目、今回の発表予想については米メディアのね925Maxさんの予想になります。ただその予想を元に私の方でね、ああじゃないかこうじゃないかっていうのを解説させていただければと思います。そして3つ目が iOS、 iPadOS16 とか WatchOS9 とかね、この辺のね OS 関連のねパワーアップがちょっとほとんどなので、ここがどうなっていくのかっていうのを説明していきます。これはですね、 iOS も iPad もね面白いものになってます。で、4つ目が、これをね一番楽しみにしてる人が多いかもしれないんですけれども、プラス1で新製品発表の可能性ということで、今噂されてるね新製品の方を並べて、これはありそうだとかなさそうだとか、そういった話をしたいと思いますので、ぜひ最後まで聞いていってください。そして皆さんの予想もねコメントでいただければと思っております。視聴者の皆さんでね WWDC2022 楽しみにして盛り上げていきましょう。またこのチャンネルではテキストのコピペが指でできたり、 iPhone の電卓は実はかなり優秀だったりと、すぐに試せる iPhone がより便利になる小ネタ小技100個をテンポよく紹介していく動画や、 iPhone 標準の写真アプリでワンタッチで綺麗な写真に仕上げたり、落書き機能が実はかなり便利だったりと、使わないと損する機能を丁寧に解説した動画など、iPhone の検証お役立ち動画がたくさんありますので、見逃さないように今のうちにチャンネル登録をしておいてください。それでは行ってみましょう。はい、まずはですね、 WWDC とは何かということで、これ知らない方いると思いますので、さらっとねちょっと解説していきます。1つ目、 WWDC っていうのはワールドワイドデベロッパーズカンファレンスの略です。これを略して WWDC、 日本語化するとですね世界開発者会議となります。で、どういったイベントなのかというと、2つ目、基本的には開発者技術者のためのイベントになります。なので OS 関連のねこういったアップデートするんだよということを発表する場に基本的にはなっております。で、3つ目が、先ほどちらっと言いましたが、本年は6月7日2時からアップルの基調講演でスタートして6月11日まで開催しております。一番注目されるのがこのね基調講演なんですけれども、それ以外にね開発者のね深い話とか最新のツールとかテクノロジーねまとめて紹介して、開発者がねどのように開発したらいいかといったセッションがもう175個開催されます。なので6月11日まで開催しております。そして4つ目、基調講演も含めてなんですけれども、アップル公式ウェブとか YouTube で視聴が可能になっております。なので誰でも見ることができますので、楽しみにしていきましょうという話です。はい、そしてここからは発表予想ですね。1つ目が iOS16 の発表、もうこれはね例年発表されてきてるので、これもねほぼ確定といったところでしょう。アップルの公式でもね iOS16 とは言ってなくても iOS のね新しい機能の発表ということはもう予告されてますので、どう考えても iOS16 の発表であろうというところです。じゃあどういった変更になりそうなのかっていうのが1つ目、見た目より使いやすさの変更が主になりそうだという噂が一番多いです。で、どんな感じになりそうなのかっていうのが2つ目、ロック画面のカスタマイズとか通知メッセージ、ヘルスケアアプリが新しくなるのではという話が結構出ています。このロック画面のカスタマイズ嬉しいですよね。今って本当に左にライト、右にカメラっていうロック画面だけなので、あそこのねアプリが変えられるだとか、ロック画面自体にウィジェットが置けるとかね、そういった変更がもしかしたら来るんじゃないかと。あと通知メッセージ、ヘルスケアアプリなんかも新しくなるというところで、この中で通知なんかはね今ただただ通知が来て同じアプリならまとまってるぐらいですが、ちょっとねこの辺も新しくなりそうです。そして3つ目、 iPhone14 Pro シリーズに限るんですけれども、常時点灯が可能になるのではないかというところ。これはねもう今すでにアプローチでは対応してるんですけれども、画面のリフレッシュレート、要は画面の書き換えですね、書き換えを極力少なくして、今プロシリーズだと 120Hz といって1秒間に120回書き換えができるんですけれども、それを1回、要は 1Hz にして常時点灯に対応するんじゃないかという話も出ております。で、4つ目がサポートの話なんですけれども、これは iPhone 6s 6s プラス、 iPhone SE1、 今はサポートされてますが、これはですねサポート対象外となる可能性が高いという話です。ただこれちょっと古い情報で、もしかしたらこの間 iPod Touch 7販売終了となったんですけれども、あれが A10 Fusion なんですよね。で、同じ A10 Fusion チップを積んでるのが iPhone 7 なので、もしかしたら iPhone 7 と iPhone 7 Plus もサポート対象外になる可能性もあるかもといった
った話も徐々に出てきています。ちょっとその辺はね発表されるまで分かりませんが、あえてね iPod Touch をあの時期に販売終了したというところは、もしかしたら A 店自体サポート終了という可能性もちょっと高くなってきました。じゃあ次に iOS 16がねどういったものになりそうなのかっていうイメージ画像をね作成されている方がいらっしゃいますので、そちらの方ちょっと見ていきましょう。はい、こんな感じ。これは Apple Labさんですね。 Twitter のこれ ID になりますけども、 Apple Labさんの方で作成されたイメージなんですけれども、まず 6S とかプラス系でできてたこの横画面ですね。 iPad は今横画面対応してますけれども、 iPhone って横画面対応してないんですよね。なんですが、これだけ画面が大きくなってくると、そろそろね横画面できてもいいんじゃないのって思うんですよね。なぜかプラス系はできたんですけれども、 Max 系今できないので、ここに対応するんじゃないかっていう話と、この辺ちょっと見えてますけれども、アプリの起動履歴ね、今わざわざ下からねスワイプして履歴見たりしてますけども、そうじゃなくって最近使った履歴ってこういう風にね表示されててもいいんじゃないのっていう話も出てます。あとは通知とかですよね。通知も今のように1行じゃなくて、こういう風に大きく出る人も決められたらいいんじゃないのとか、そういったね予想画像も出ております。そして常時点灯っていうのがこんな感じ。まあプロ系だけっていう話ではありますが、アプローチもそうですけども、ちょっと暗めにねバッテリーを消費しないようにこういった形でね実現するんじゃないかと。である程度ここ今はアクティビティしか出てませんが、ここにね通知をちょっと並べるとか、そういったことがねできるようになったら嬉しいなという画像も出ております。あとプロ系はねノッチが取れてこんな感じになるんであれば、パーセンテージをね出したいんだよっていう希望も結構大きいみたいです。以上が iOS 16の話。2つ目がですね iPadOS 16の発表。こちらもねほぼ確定してるんですけれども、どういった感じになりそうなのかっていうのが1つ目。 iOS 16のね変更点を含むことが前提ということで、先ほど話したね iOS の変更点は基本的に含むと。でそれを含みつつ、何が大幅な変更になりそうかっていうのが2つ目で、ウィンドウ処理とマルチタスクの大幅な変更。もうこれはね本当望まれてると思います。もうとにかくね iPad はパワーを持て余しすぎててもったいないと思ってますね。 MacBook を動かしてる M1 が搭載されているのに、未だにちょっとねパワーが発揮されていない。マルチタスクといってもこのように2つ、決まったサイズでしか動かせなかったり、センターウィンドウといって真ん中にね表示したり、なんかまだこうマルチタスクというか決まった場所に置くぐらいのイメージしかまだないので、マルチで動かしているという感がちょっと少ないのが現状です。もしねウィンドウのね大きさが自由に変更できるなら、写真はちょっと小さく、ウェブはやや大きめで、メモ帳は半分とかね、そういう風な使い方ができれば、写真とねウェブから情報を得ながら何か資料を作るとか、で写真もねすぐドラッグできるとか、そういうことがね本当に簡単にできるようになれば、 iPad はだんだん生きてくるのかなと思っております。で3つ目がサポート情報なんですけれども、サポート外となりそうなのが iPad mini 4、 iPad Air 2、 iPad 5、 iPad Pro の2015、このあたりはですねサポート対象外になる可能性が高いそうです。確かにですねこの辺はかなりもう古くなってきておりますので、外れそうな気はしております。で3つ目が TBOS16 なんですけども、これもまあ発表されるんでしょうけれども、あまりね楽しそうな話題はありません。1つ目、よりスマートなホームキットとの連携ということで、まだねあんまり浸透はしてないんですけれども、これを中心にまあ電気をつけるとかエアコンをつけるとかね、そういったことを考えてはいるし、いろいろやってはいるんだけれども、今のところねあまりパッとしない印象です。その辺をねちょっと強化してくるんではないかっていうのが1つ目と、2つ目、これがね WWDC ではないと思うんですけれども、廉価版 Apple TV の本体への期待ということでね、これは今後ですね。でどういった話かっていうと、まあ100ドル以下で2022年後半には発表されるんじゃないのという話。今これ買おうとすると高いんですよ。本当に便利で私は大好きなんですけれども、これ 4K 版じゃなくても17,800円、 4K 版だと22,000円くらいかな、22,800円くらいからスタートなので、 Fire TV スティックのようにもうちょっと気軽なもの、もうちょっと気軽な Apple TV があってもいいんじゃないかという話が結構出ているし、開発もされているという話です。そこはちょっと期待していいかもしれません。そして4つ目が WatchOS 9の発表ですね。まあこれも当然のようにされると思うんですけれども、どのような機能が乗りそうかというのが1つ目、新しい省電力モードの搭載。今のように 10% 切ったら省電力にする、そして機能を制限するといった省電力モードじゃなくって、基本的にいろいろ使えながらもこの辺は切る、この辺は切らないといった省電力モードが搭載されるとの噂です。まあこれは単純に嬉しいですよね。そして2つ目が不整脈、心房細動の検知を拡張すると。今でもね不整脈の検知、この間ね命助かった方なんかいらっしゃいましたけども、そういった検知機能のところをもうちょっと拡張するんじゃないかという噂。そして3つ目が例年通りね文字盤の追加もあるし、ワークアウトの方法もね追加されるのではないかという話です。なのでバッテリーに気を使いつつ、健康機能ですかね、やっぱりこの辺がパワーアップされるんではないかという話が出ております。そして5つ目が次期 MacOS ということで、まあこれもね当然のように発
表されるとは思うんですけれども、一つ目、内容としては特に新情報は今のところありません。まあほぼほぼね、 MacOS に関しては極まっちゃってるので、変更といってもそんなに大きな変更はないのではないかというところで、新情報はないという話になってます。そして二つ目が iOS、iPadOS との連携をより強化するのではないかという話だけは出てます。この間ね、iPad のユニバーサルコントロールがね、搭載されたように、そういった連携具合が強くなるのではないかと。もう Mac も iPhone も iPad も全て Apple シリコンですので、アプリは実際にはどっちでも動かせるはずです。なので iPad でね、Final Cutが動いたり、そういったことはね、もう可能なはずなので、その辺をね、しっかり強化してくるんではないかという話があります。ここはね、ちょっと私実は結構期待してます。はい、ということで、ここがお楽しみタイムな方もいると思うんですけども、プラス1で新製品発表の可能性ということで、3つほどね、上がってきております。1つ目がですね、一番可能性が高いと言われているのが M2 の MacBook Air 2022の発表の可能性ですね。まあ、こんな感じでね、カラーもいっぱい出るんじゃないのっていう噂は出てるし、さらに薄くなるのではないかとかいう話も出ております。まあ、確かにね、 M1 の発表からしばらく経ちましたし、そろそろっていう声も上がってきてもおかしくないとは思うんですが、まあちょっとこれ私はそんなにね、可能性ないんじゃないかなという気はしております。今ね、この半導体不足の中で M2 って発表できるのかっていうところも含めて、あまりないんじゃないかなという気がしてるんですね。で、一応話しておくと、 M2 自体は M1 Max とか M1 Ultra とか、ああいったものよりは性能が低く、 M1 の順当なパワーアップになるのではないかと言われております。まあ一応噂では Air が一番可能性が高いと。で、二つ目が Apple シリコンとなった Mac Pro。 これはですね、2019年に Mac Pro っていうのは発表されて以来刷新されてないんですね。なので、この Mac Pro って未だインテルなんですよ。今でも売ってるんですけれども、 M1 が乗ってないのはもはやもうこれのみなので、毎回これから噂に上がってくると思います。 Mac Pro 刷新されるんじゃないかと。ただこれもこの間 Mac Studio が発表されて、 M1 Ultra も出たので、このタイミングじゃなくって、 M2 Ultra とかだったらわかるんですけれども、まさか M2 標準ってわけにはいかないでしょうし、 M1 Ultra っていうのもちょっとインパクトが弱いので、これもね、あんまり可能性ないかなと私は思ってます。そして3つ目も話は出てるんですけれども、まあこれはほぼね、妄想に近いのか、もしくは可能性が一番高いのか、ちょっとね、どうなるかわからないんですけれども、経営陣には披露されたと噂の ARVR ヘッドセット、こちらですね。これね、経営陣に披露されたっていうのは結構本当らしくって、まあそろそろ近いんじゃないかっていうところと、 WWDC が近づいてるので発表なんじゃないかっていうのがちょっとね、重なってきてはいるんですけれども、まあこれ自体発表されたらね、私も嬉しいことは嬉しいんですが、まあ今のところはかなりね、妄想の域を出てない気はします。ただそろそろね、本当にまた新しい Apple 製品っていうのは欲しいところなので、私としては一番期待したいところではありますが、まあちょっとこのタイミングかって言われると、やはりね、違う気もしています。まあ要するに、私としては新製品の発表はないんじゃないかという気がしているというところですね。で、この中で出るとしたら一番嬉しいのは、この全く新しい製品 ARVR ヘッドセットということになります。はい、ということで WWDC2022 年5つの発表予想プラス1ということをお届けいたしました。1つ目、 iPadOS には一番期待しております。やはりですね、先ほどもちらっと言いましたけども、 iPad がですね、とにかくね、パワーを持て余している状態です。これはね、もう皆さん思っていると思います。とにかくどれを買っても正直持て余してしまっているので、ソフトウェアが追いついていない状態、これはね、もう早急にですね、パワーアップさせる必要があると思っております。で、2つ目がですね、これもね、ちょっと言いましたけども、新製品の発表はないとちょっと私の方ではね、想定しております。やはり半導体不足というところもありますし、まあ今発表して年末発売ということならあるかもしれないんですが、すぐに発売というのはないんじゃないかなと思っております。で、3つ目が、朝一のまとめ動画出しますという予告ですね。これ6月7日のね、深夜2時から開催されておりますので、6月7日のね、早朝には動画出すようにしておきますので、なかなか深夜ですので、朝一まとめ動画楽しみにしていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最初に言った通り、他にもいろんな動画出してますので、ぜひチャンネル登録をしておいてください。それでは皆さん、さようなら。